私は事実無根の誹謗中傷によって表舞台から追われてしまった元女優を演じます。繊細でいて強い反骨心の持ち主で、決して自分の信念を曲げないというルシアという女性に共感しました。そのルシアという人物をですね、なんとか人前に出して、それで世の中が変わることを、望むというか、そういう、実はそれは僕新聞記者の役なんですけども、その新聞記者が作ったフェイクなんですけど、そのフェイクを実現させる、人物としてルシアをなんとか人前に立たせようとして、それで自分のこの作ったフェイクで最後には自分が巻き込まれてしまうような感じの人物ですかね。ルシアっていう人物は、人間に溢れるところがすごくあるとするんですよね。やっぱり正しいは正しい、自分の思ってることを最後にやっぱり訴えたいっていうところがあったじゃないですか。ああいうところは、浅岡さんに考察するところがありますね。私はどうしたらいいの？これから毎週七つのルーシーの投資や特集記事を掲載する。原稿は俺サンダースが全て書く。世の中の矛盾、怒り、人々が言いたくとも言えない庶民の叫びをルーシーに代弁させる。その件について知ってるのは俺とあんたの二人だけ。他に知れれば我々はおしまいだ。秘密は守るけれど、でも私ラジオな、今も昔も本当に変わらないなと思うのは、100年で歴史が繰り返されるって言いますけれども、まさに今のコロナの騒動の中で、トイレットペーパーの買い占めから病院関係者の、言われなき誹謗中傷に始まり、さまざまな言われがないフェイクの中で悲劇が起きている。それはもう本当に時代が繰り返されているなというのを切実と感じまして、浅岡さんとも今これをやらなくて、どうするんだというようなことで準備を進めてまいりました。この物語が持つメッセージは、今の世の中の人々へこそ届けるべきだと思っています。ちなみにですね、この講演はもう一つの意味を持っておりまして、浅岡さんの、女優デビュー65周年記念ということが、もう一つ冠としてついておりました。そういう意味では今やりたかったし、今やるべき作品だというふうに思っております。今も昔も人間のこの心理とか流れみたいなもの変わらないんだなっていうふうな気がしましたね。そのフェイクニュースっていうものに、巻き込まれていく苦しみみたいなことがこの作品には描かれている。今もやっぱりこういう世の中ですから、実際何が正しくて何が間違えてるのか全く分かってないことが多いじゃないですか。そういう世界だからこそ、今そのフェイクニュースで昔も変わらなかったというところの部分をですね、なんかこうフィーチャーしたゲイリングというのをやる意義があるんじゃないかなというふうに感じました。それからもう一つ思ったのは、その大多数が思っていること、大多数が何かを感じていることが必ずしも正しいことじゃないということが、やっぱりどこかひしひしと伝わってくるような作品だった気がします。今人々の心を本当の意味でこのコロナから癒し、勇気を与える芝居の一つだと思っておりますので、浅岡さんはじめ一同その準備に向かって力は緩めていないつもりでおります。ですからどうか一日も早くですね、公演が再開され、お客様と一緒に楽しめる素晴らしい空間を作れればいいなというふうに思っております。どうかよろしくお願いいたします。